次桜王子、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 続桜王子ともは、和歌山県田辺市中辺地町にある神社。熊野99王子社の一つ。国の史跡、熊野三景道、2000年、平成12年11月2日指定及び、名称、南方曼荼羅の風景地、2015年、平成27年10月7日指定の一部。 ヒソ元王子から曲がりくねった国道をたどると、旧道と振動の分岐に出る。下方の国道への坂を背に、上方の旧道を進み、道沿い左側に大きな森と鳥居が見えてくる。ここが、次桜王子である。中浮天人2年、1109年10月24日上に、続桜の名で、根元が檜で上部が桜という稽な木の報告があり、ついで、熊の道行きまき。 赤月諸州県人元年、1201年1月13日上には、次桜の文字が見えるように、王子社が成立しており、以後も、熊野縁儀、聖中元年、1326年、忍羅地蔵に、俗桜、99王子期、文明五年、1474年には、次桜の名で知られていたことがわかる。中などの記述によれば、王子の次桜王子は、 現所在地よりも東側にあったと見られ、天正元年、1573年付の野中村若市王子権限写像文書のように、近世に現所在地に遷座させられたとする資料も見受けられる。江戸時代には若市王子権限と呼ばれて、野中集落の氏神になり、貴族風土器が伝えるところによれば、境内は九98軒、拝殿、祭神不詳、 木星身体ありの他にみ、秋行明神社、コンピラ、秋馬社があったという。明治時代に入って孫社に、列格されたが、1909年、明治42年に、今野神社に行し、高台の上の社殿はそのまま残されて、祭り続けられたが、戦後の1950年、昭和25年になって、後神体が取り戻されて、球場に復した。次桜は、 早い時期から注目を集めており、前述の通り十二世紀の三景期である中雨期に登場し、後に王子社が成立した際に次桜の木いにちなんで王子が命名されたものと考えられている。次桜は何度かの代替わりを経ている。十七世紀末から十八世紀初めにかけて編纂された知史、記難語を知るべきは王子の正面にあった古木が枯れた後、奇襲、半襲、 徳川頼信の命により山桜に植え替えられ、さらに1 8 8 9年、明治22年の大水害の際に再び倒れたため、王子から東側のやや離れたところに植え直されたのが、現在の次桜である。次桜には、秀平桜とも呼ばれ、藤原秀平にちなむ、次のような伝説が伝えられている。欧州藤原氏の藤原秀平が熊野に詣出た際、 山中で夫人が三家好き男児を出産した。乳児を連れて三家を続けるわけにはいかず、熊野本源の夢のお告げを頼りに立願し、滝尻王子の裏手にある岩屋に赤子を残して三家の旅を続けた。しかし、野中のあたりに差し掛かった時、やはり我が子のことが気になり、それまでついてきた桜の枝の杖を地面に突き刺し、置いてきた赤子が無事なら、この桜も育つだろう。 それが叶わなければこの桜も枯れるだろうと祈り、旅を続けた。キロ、再びの中に着くと、桜は育っており、喜んだ夫妻は道を急いだ。赤子は山の狼たちに守られて、無事に育っていた。この子が、後の泉三郎忠平である。上述の気難を知るべきが伝えている秀平と継桜に、まつわる伝説は、以上のようなものだが、地元の野中では、 若干の移動がある話を伝えている。野中での語り伝えによれば第一に、野中での語り伝えでは、秀平が野中の地に突き刺したのは、杖ではなく、近くにあった桜の木の枝である。第二に、秀平が赤子を残した岩屋は、父岩と呼ばれる岩屋で、赤子は、岩から滴り落ちる土を飲んで命を繋いだとされるが、木南語を知るべきにはこの木誕は見られない。また、第三に、 我が子を守った熊野権限の奇跡に感謝を表すために7動画欄を混流し、経典や武具を道中に報じたとする下りは語られていない。あず鏡に、道の区国に新熊野社を誕生したとする記事があることから、秀平が熊野を信仰していたことは確かだと見られるが、熊野に参詣した史実は確認されていない。どちらであるにせよ、桜の継ぎ木は、ほとんど不可能であることから、 戦前の植物学者、郷土史屋の宇のぬいぞは、次桜の起源を、ヒノキの古木が枯れて空洞化したところに桜が根づいたのだろう考え定めしている。こうしたことからすると、ヒノキの代木に桜が継がれるという次桜の奇跡が、まず先行し、ついで王子が儲けられたり、熊の参りの孤独を解くために、秀平伝説が不快されるなどしものであろう。 この王子を特徴づける者にはもう一つ、シャチを囲む鎮守の森の巨木群があり、集落の名を取って、野中の一方杉と呼ばれる。これら巨木の中には、樹齢800人以上とも言われ、直径が2から3メートルを超える者も,も9本を数える。日照や地形の関係のため、どの木も、皆一様に、南東方向の那智山の方角にのみ枝を伸ばしている、ことから一方杉の名がついている。 この一方杉の森が今日に残るのは、多能の遺災として知られた、方熊楠の働きによるところが大きい。熊楠は、欧米遊学の後、田辺に今日を構えると、一度の状況を除いて、熊野を出ることなく、生涯を過ごした。熊楠にとって、熊野の山野は、同じ和歌山でも和歌山市などと異なる辺境の地であり、半熱帯と温帯の交錯する貴重な自然の、残された土地であった。 熊楠はこの地の自然に大きな関心を寄せ、年金をはじめとする植物の採集など、博物学上の大きな成果を残すと同時に、民族にも目を向けていた。1906年、明治39年に神社合衆令が発されると、各地で商社の合衆廃絶が相次いだが、それは当時、今の村と呼ばれた中平地町においても、例外ではなかった。加えて、 クマグスが報告するところによれば、地元の有力者や一部の管理が、公指令を悪用し、シリーのために、神社の土地や、神社林の木々を売り払おうとする動きが見られた。クマグスはこの動きに抗議し、当時の東京帝国大学農学部教授であった、白井光太郎らと共に、神社林の伐採を阻止すべく運動を行った。1911年、明治44年12月、 杉桜王子の神社林にも伐採が遂に及んだが、かろうじて中心部の杉だけは救われたのである。しかし、これは、幸運な例に属する。熊楠の奮闘も熊の全域に及ぶ、神社合子の流れを押しとどめるには至らず、方熊楠の説得により伐採を免れた神社林も、このの中の一方杉の他にもいくつかあることにはあるが、ほとんどの神社は、廃れて、結局は、 神社林を伐採されて、姿を消した。次桜王子の前のが消した、国道311号旧道沿いに湧き出る水は、野中の清水と呼ばれている。日本名水百選の一つに選定されており、1985年、昭和60年選定、現在も簡易水道の水源として、地元の人たちの貴重な飲料水、生活用水として使われている。 指定天然記念物、1971年、昭和46年7月26日指定。片わらには、松尾芭蕉の門人、服部蘭乱雪と、斉藤茂吉の区碑、歌碑が建てられている。乱雪は、法永2年、1705年に、仲間と共に伊勢と熊野を詣でた後、田辺に向かう道中に区を読んでいる。また、吉は、年、 昭和9年に土屋文明と共に熊野を訪れ自動車で白浜に向かう道中に野中の清水に立ち寄り短歌を読んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。